セルゲイ・セルゲイエビチ・ダビドフは、ロシア・モスクワ出身のサッカー選手。ポジションは FW。1985年、ロシアの首都モスクワで生まれ、FC トルペド・ジル・モスクワのユースに在籍した。2005年、ロシアファースト・ディビジョンの FC ・ディナモ・ブリャンスクでキャリアを、始め、2005年9月7日の FC ・ディナモ・マハチから、1000でキャリア初ゴールを決めた。 2008年、FC トルペドモスクワに移籍をするも、18試合出場の3得点に、終わった。2009年、FC ボルガル、ガズプロムアストラハンに移籍をした。シーズンでは、チーム最多得点となる9ゴールを挙げた。2010年7月30日、アストラハンでの活躍を買われて4年契約で FC、クバンクラスのダールへ移籍をした。 移籍後すぐにレギュラーをつかみ、チーム最多得点となる10ゴールを挙げ、9番のロシアプレミアリーグ昇格に貢献をした。2011年3月13日、プレミアリーグ開幕戦の FC ルビンカザウン戦でトップディビジョンデビューを飾った。5月29日、第11節の PFC チェスカモスクワ戦で挙げたゴールは、テレビ頃のユーザー投票において1位に選ばれた。 8月9日、ホームで行われた第19節の FC ディナモ、モスクワとの試合では、トップディビジョンで初となる2得点を挙げた。2012年2月24日、FC ルビン火山に3年契約で移籍をした。2013年2月4日、ディナモモスクワに、同年6月5日まで期限付き移籍することが、発表された。同年6月7日、 カザフスタンのアクトベに期限付き移籍した。2014年7月、トルペドモスクワに2014の15シーズン終了まで期限付き移籍することが発表された。2015年7月、フットボールナショナルリーグのカマーズに2015から16シーズン終了まで期限付き移籍することが発表された。2017年6月、 プロフェッショナルフットボールリーグのアララトモスクワと契約した。同年10月、合意の上で契約は解消された。2011年7月26日、ロシア B 代表を指揮するユーリークラスのジャンから U-21 代表との親善試合に招集され、8月10日、ロシア B 代表デビューを果たした。ありがとうございます。